どうも、ついちゃんことついのぞみです。コアです。大きい声分かった。もう一回やってみる。じゃあ、いくよ。はい、どうも、ついちゃんことついのぞみです。そして、コア、俺が俺だじゃない。どうも、コアですっていうの。どうも、コアです。そう、もう一回いくよ。いくよ。どうも、ついちゃんことついのぞみです。そして、どうも、俺、コアです。はい、今日はですね、前回の動画になるのかな、コストコに行ってきましたということで、今から夜ご飯を作っていこうかなと思います。コストコに行った日は割と楽をする夕飯っていう流れだったんですよ。今まではサーモン買ってきて、お寿司にするとか、行き合いのものを買ってきてご飯だけ炊いて食べるとか、そんな感じだったんですけど、今日はちょっとあえて手のかかる料理をセイがずっと食べたいって言ってたので、気合を入れて作っていこうかなと思います。まあ、手の込んだというよりは、まあちょっと工程が一つ増えたあるものですね、夕飯に作っていこうと思うので、ぜひ興味のある方は最後までご覧ください。それではスタート。スジちゃんねる。さあ、ということでこちらですね、コストコの購入品で紹介していたこちらのプライムビーフ肩ロースの塊があったと思うんですけど、こちらを今日は贅沢に使って牛 100% のハンバーグを作っていこうと思います。おいしかった。ただそう、牛 100% のハンバーグって玉ねぎが入ってるのかなっていうね、話になって、本当は多分入ってないと思うんですよ。牛 100% はもうお肉だけ、うん、そうだよ、ね、だと思うんですけど、やっぱり玉ねぎ、やっぱ子供が食べるものだし、玉ねぎ入れた方がいいんじゃないかなと思って、入れたいなっていう親のね希望でもあるんですけど、お肉は牛 100% だけど、しっかり卵入れたい、卵、はい、しっかり玉ねぎも入れて作っていこうかなと思います。卵やりたい、はい、これをブイーンってやるから、ブイーンって、まずはこれをミンチにしなきゃいけないので、じゃあコアがやる。できるかしら、これをですね、コアやる、コアできるかな。この子をですね使って、このこれを粗ミンチにしていこうかなと思います。まずはここは手でめくっといて、じゃあこれ、お肉だ、肉だ、肉だ、見て、ほら、海賊のお肉みたいだよ、ルフィみたいだよ。待ってよ、これどんぐらいでさ、ハンバーグできるんだろうね。こう、ここに入れて、これ絶対美味しいと思うんだよ。うまい。すごい贅沢だよ。牛 100% って牛脂を入れるらしいの。牛脂を入れて作ると美味しいって書いてあってさ、ちゃんとさ、ところどころにこういう牛脂みたいな脂身が、お肉の、そう、ドライブボードのお肉みたいだね、あるから絶対美味しいよ。美味しい、お肉。よし、じゃあこれで一回蓋をして、ここだ、そこで押して、ここをグッて、入れすぎたんかな。いけてる、いけてる、いけてる。ここに肉を出すじゃん。おお、待ってね、次の部位も入れます。持ってこぼしないように、食べ応えやばいだろうにね。いいよ、OK です。ほら、めっちゃいい感じにできております。もう一個ぐらいいこうか。これで、さあ、蓋をして、お願いします。よーせーの。これ絶対美味しいよ。これでどう？足りるかな？足りないじゃん、これ。足りないかな？じゃあ玉ねぎも入れたいのよ、ママ的には。うわ、最高だよ。じゃん、こんな感じで、とりあえず牛 100% もうちょっとだけ足す、はい、もうちょっと、今ちなみに半身ぐらいいったかな。もう一回やっていい？どうせだったら全部やっといて、また今度ハンバーグするときに使ってもいいかもね。今日さ、たくんがいないのよ、夜。
だからさ、子供らと私の分これでやりたい。それ違います。それは違いますね。俺はこれを、はい、押して、はい、OK です。ありがとうございます。じゃあもうこの流れでさ、玉ねぎもさ、みじん切り、うん、めっちゃ美味しそうだよ。めちゃめちゃ美味しそうだよ。ここに、どうしようかな、これ。とりあえずこれは一回このままミンチにしちゃうべき。こう、多分これで足りるじゃん。ミンチにしちゃうと悪くなるもんね。ジップロック。さあ、とりあえず今日の分はこれでいけそうなので、残ったお肉は今ミンチにするよりはこのまま保存して、次使うときに切った方がいいと思うので、このまま保存します。それで自分でいい、うん、ここに、そう、もう一個かな、もう一個卵、もう一個そのまま割ろう。コンコンコン、横にポコン、そう、 OK です。はい、そうしましたら玉ねぎもみじん切りはスープロでいっちゃいます。スープロで一回炒めた方がいいかな。待ってね。いいよ。もう大根おろしみたいになっちゃったよ。逆にいいかも。ここまで。本当に大根おろし。ここまでちょっともうおろしみたいになっちゃったから、炒めずにいっちゃおう。ほら。はい、そしたら卵入れてください。じゃあ、全部、全部最後。したら次、塩コショウシャーシャーしてください。ああ、いい匂いが、ああ、いい匂い、この匂い。コストコの牛乳ですね。じゃあ、いくよ。おお、何これ。パン粉。パン粉か。パン粉、入れまーす。パン粉じゃーん。これ牛 100% のハンバーグでもさ、パン粉とか入ってるんだよね。コアさん、手袋してみ。そしたら混ぜ混ぜしてください。ママも一緒に混ぜ混ぜしていい？いいよ。よし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 。コア、目痛いかもね。玉ねぎが大丈夫？玉ねぎ入れちゃったから牛 100% ではなくなっちゃうのかな。前にコストコのひき肉では作ったことあるけど、こうやってミンチにして作ったの初めてだから。ママもこっちも焼いた。美味しくなるね。おいしくなあれだよ。おいしくなあれ。おいしくなあれ。よし、いいんじゃないかい。はい、ありがとうございました。きれいでしょ。ママもきれい。ママもきれい。あとはもうおしまいですね。もう洗います。こんな感じで種ができました。ハンバーグの、まじまじだ。まじまじしません。まじまじしません。あとは焼いていきます。で、ちなみに、なんで？ママ、お話ししていいですか？ずるい。じゃあ、なんかできたかな。あ、じゃあ葉っぱ洗っといてくんない？葉っぱ。これもね、コストコで買ってきたフリルレタスですね。コアにこれをちっちゃくちぎっといて、このね、牛 100% のハンバーグでセイが希望していた食べ方があって、ガストのハンバーグみたいなのがいいって言われたの。ガストのハンバーグって何がどう違うのってなって、鉄板に乗ってるハンバーグがいいって言われて、うちにはそんな鉄板はなかったんですよ。なかったんですけど、じゃん、こちらニトリで見つけましてですね、ハンバーグの鉄板をもう買ってきました。ずっと言われてたのよ、こういうハンバーグは煮込むんじゃなくって、こういう鉄板で焼いたハンバーグがいいと言われてたんですよ。この鉄板をとりあえず子供たち分だけ買ってきました。すごいよ、ちゃんとなんかこういうのがついててさ、こうやってこうやって熱いのを乗せれるらしいんですけど、焼いたものをこれ多分火にかけれるのかな。ガス火が使えるので最後ちょっと温めて乗せてあげればいいかなって感じですね。これを温めたところに焼いたハンバーグを乗せてあげようかなっていう感じでいきたいと思います。これニトリで1000円いくらだったかな、1200円ぐらいだったかな。鉄板を購入しました。今日はこれで本格的なハンバーグをね、作ってあげようかなと思っております。
まずはこれをじゃあ洗って、テイが思春期に入りまして、もう絶賛ね、今家族とか親とかよりも友達優先みたいな、ちょっと親との距離ができてる時期でもあってさ、そんな時って親が何をしてももううざいっていうか、何をしても嫌なのと思う、まあ年頃なんですよ。ただそんな時に親は何ができるかって言われると、ご飯をとりあえずこう作ってあげるみたいなことが一番響くのかなと思ってさ、だからまあわがままっちゃわがままの時期なのかもしれないんだけど、テイが食べたいってずっと言ってたものを、今日はコストコにせっかく行って牛をゲットできたので、してあげようかなと思って。何すんの？何？うん、それすごいギュギュしすぎじゃない？ね、すごいフリルレタスを、良さをすごいなくしてくれたよ。このフリルレタスめちゃめちゃシャキシャキしてて美味しいんですよ。そしたらコアがもうコールスローみたいにしてくれましたね。完全にそれは違う食べ方をしないとね、ダメかもね。これにとりあえず人参とかさ、こんなあのあれだね、グリーンピースとかさ、コーンとかさ乗っかってるよね。でも今それないので、ハンバーグとスマイルポテト、昨日ちょうど買ってるから。人参やる？めんどくさいけど、ここまで来たらさ、せっかくだったらやりたいよね。ちょっとあの色味的な問題で人参を、めんどくさいんですけど、形的な問題で切りますね、ちゃんと。やばい、今日すごい全部コストコのものを使ってるよ。お星様ですね、お星様に傾きます。はい、そしたら人参を抜いて、これは本当は茹でたいとこなんですけど、茹でるのめんどくさいからハンバーグと一緒に焼いちゃおうかな。OK。そしたら昨日のブロッコリーとカリフラワーの残りがあるので、これともう人参とスマイルポテトとハンバーグでいいと思う。スープはいらん。いや別に動画撮ってなかったら私もうスープ作んないけど、どう？いる？もうね、疲れちゃってさ、卵スープぐらい。でもスープ飲むかな。いっか、もういいよ。とりあえず焼きます。焼いてスマイルポテト、これね、前回のまだちょこっと残ってるので、スマイルポテトはこれを揚げて、ハンバーグは焼いていくじゃん。これ牛 100% って油引いた方がいいかな。引いた方がいいよ。そっちお腹空いてる？空いてる。焼いてみますか。スープ作らないから、お芝居入れる。スープを作らないから、コンロが1個余ってるので茹でます。ということで、時間も時間なので入れていきます。7時ですね。手が濡れてるから入らないけど、ちょっと油が多い気がするので、部位的に油に結構ガードっぽいところが結構あったから、やっぱりずっしりしてる。ずっしりしてる。ルーキーがすごい硬いのかな、肉って感じな気がするけど、まあ玉ねぎが1個分入ってるんで、どうかな。すごい、なんか肉って感じ。でもこれ食べちゃったらさ、普通のさ、いつもの合いびきでさ、玉ねぎ多めとかさ、豆腐でかさ増ししてるとかさ、食べれなくなっちゃうかも。どうなんだろう、逆に肉すぎてあれなのかな、いつもより量少ない感じで満腹になるのかな。肉々しいから、いつもより食べ応えがあるから、いつもハンバーグ1人 2,3 個食べるんです。だけど1個で済むかな、肉しい分。とりあえず4つ焼きます。あとでもう1尾行くために空気だけ抜いとく。ちょっと待って、大きすぎるな、これ。ちなみに今日は火曜日なので、普通に明日学校があります。パークもいないので、ちょっとバタバタな日なので手が足りない。トイレご飯食べさせて、お風呂が入れて、明日の準備させて寝かせないといけない。こっち頑張っておりまして、こっちは焼いております。遠くでは腰の人参を茹でておりまして、これからここでスマイルポテトを揚げていきます。どうなのよ、
本当に重い、ずっしりしてる。全然違う。早かった。もうちょっと待とう。ソースは我が家の煮込まない時のハンバーグソースはバターとケチャップと中濃ソースとウスターソースを混ぜます。はい、よ。こんな感じでタレを作ります。いく。そうだよね、なんかさ、食べ盛りの子にさ、豆腐でかさ増ししたりさ、玉ねぎとか人参とか野菜めっちゃ入れてさ、かさ増ししてたからさ、食べ応え的にはやっぱり弱いよね、きっと。そりゃそうだ。そしてポテトを揚げます。はい、鉄板に。今温めた方がいいんだよね、多分ね、1日的には。どうなんでしょう、温めた方がいいの。どのタイミングで温めるのよ、これ。全然コンロが開いてないんだけど、どのタイミングでこれを温めるんだろう。本当はこれで焼くんだろうけど、そんなの一個一個焼いてたら無理や。とりあえず開いたんだが、はい、じゃあここで温めときゃいいのかな。こういうことなんですかね、段取りがわからないですけど。よいしょよいしょ。あれ違うじゃん、これ本当にいろいろ時間が過ぎてるし、マジで完全に独り言、誰も周りにいない。これ温めといてみようか。弱で鉄板を、なんかね、本当に繊維にはさ、こういうのでハンバーグを食べるのがもう昔からは好きなのね。多分2年ぐらい前にも、セイと、なんかセイが病院に、なんか多分検診かなんかに行った帰りに、何食べたいって聞いたら、鉄板で食べるハンバーグが食べたいって言って、ビッグボーイかなんかに行ったんですよ。そこでね、食べた時に、やけどをしたのよ、セイが。でも、なんか、また行きたいって言ってて、でもそれからずっと行けずにいて、で、ガストとかに行くと、こういう鉄板で確か出てきた気がするんだよね。ガストにも行きたいとか、ガストみたいなこのハンバーグだったり、この前に食べに行ったそのビッグボーイで食べたハンバーグが食べたいとかって言っててさ、なかなかこう行けないまま今になってしまったので、それを家で食べられるようにするっていう目標というか、連れてってあげたかったけど、そのタイミングが意外になかったりとかして、最近外食もほとんどってかも全然しないし、それがお家にあったら、あったで、ハンバーグ作った時はこうやってやってあげたら喜ぶだろうなみたいな感じでいるから、ついに買ってみた感じですね。違う、ソース作んなきゃ。ソースを本当は温めたいんだけど、鉄板を温めてるじゃん。さっき言ったバターとウスターソースとケチャップと中濃ソース混ぜたいのだが、どこが開く？コンロ。ポテトが開く？こいつも。でもなんかもう、あったかい。豚が入ってないから、そんなにしっかりじゃなくてもよかったの。コンロが足りん。とりあえずスマイルポテトをあげまして、鉄板をここでいけるっぽい。温めて、あれ？私、火切ってた。やだね。地下にチーズ乗っけてあげてもいいかな。おっちゃん、ハンバーグさ、チーズハンバーグがいい？チーズハンバーグ？ガンブリが悪すぎる。おかしい。慣れない。チーズハンバーグ。すごい、この鉄板いい感じ、ずっとあったかい。ちゃんと。いけたんじゃない？あ、いいよ、ここでもいけるよ。いいよ、いけてるよ。それと、それをチェンジしたいんだけど。よし、いい感じ、いい感じだよ。ガンドリはこんな感じ。ハンバーグ先？ハンバーグが先だよね。ご飯よそるのが先？マッチ？よし、とりあえずちょっと2個ずついく。ブロッコリーと人参と、全然つってないじゃん。よし、こんな感じでソースをかけます。どうなの？どうでしょうか？ちょっとあれかな、ガストのハンバーグみたいになったかな。こんな感じでご飯をよそります。さあ、ということで、もうこんな感じで完成しました。コストコの牛肉で作った牛、ほぼ牛 100%。玉ねぎ入ってるけど、お肉は牛 100% のハンバーグで、パンで作ってみました。美味しそう？ちょ、はい、持ってって。あったかいうちに食べ。ここ暑いから。おー、珍しい、こういうの。こういうの珍しい。初めてだよ。
家では。フォークとナイフで食べるんでしょ。これであれだね、ちょっと冷めたらまたペッパー温めてとかってやればいいのか。はい、ということで今回はですね、デイが希望であった牛 100% のハンバーグを、まあ、コストコのね牛肉を使って作ってみました。まあ、牛肉のハンバーグっていうのもプラスと、あとまあ鉄板で食べるハンバーグっていうのをお家で作って再現してみたんですけど、すごい肉汁がジュワーっと出てきてめちゃくちゃ美味しかったみたいで、それだけで作ってよかったな、頑張ってよかったなって思いました。ただ本当にこの鉄板を使って作る工程っていうのがちょっと私の中でちゃんと計算できてなくって、段取りが悪くなっちゃって、これをちょっとうまく流れでちゃんと作れるように慣れていけたら、これからハンバーグの時はこうやって鉄板で出してあげたらすごい喜んでくれるかなと思って、ちょっと私もね勉強しつつ知識をこういろいろ自分のやりやすいようにしていけたらなと思いました。やっぱりあのミンチの牛肉コストコで買ってっていうのもすごくいいと思うんですけど、自分でこうミンチにしてちょっと肉々しい状態でハンバーグを作ることによって、なんか肉を食べてるって感じがあるみたいで、すごく満足してくれたので、これからこうやって作っていけたらなって、コストコ行ったら肉を買ってそうハンバーグを作っていくのはありだなっていう風にねすごく思ったので、まあ贅沢な作り方ではあるんですけど、まあたまになのでコストコ行った時はやってあげようかななんてちょっと思ったりしました。もうちょっとやりやすいやり方、こうやったらいいですよみたいな方法があったらぜひね教えてほしいなと思います。ちょっと今日は慣れない感じでやってみたんですけど、子供たちが喜んでくれたのでもうそこは良かったなと思います。ということで今回は本格的なハンバーグですか、セイが希望してたハンバーグ作ってみたんですけど、この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。そして私はブログとインスタ、 TikTok にアンジュシャルミニパセリにイリュンやってますので、そちらも概要欄の方からチェックしてみてください。はい、はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、ちなみに私の夜ご飯はこんな感じでございます。もうワンプレートでまとめました。いただきます。はい、ということで私もいただきます。見て、やばいんだけど完全に汚れました。これはもうコストコのオキシでつけます。いただきます。もうみんなね食べたので私もいただきます。いただきます。これは美味しいわ。全然違う。美味しい。肉だね。玉ねぎちょっと入れて正解だよ。もう肉、お肉食べてますって感じ。本当に、うん、おいしい。お肉の味がしっかりして大正解ですね。全然違うわ。かさ増ししてるハンバーグは全然違う。もちろん美味しいんだよ。合いびきでさ作ってさ、野菜いっぱい入れてさ、次にはさ木綿豆腐入れてさ、めっちゃかさ増ししてさ作るんですけど、もちろん美味しいんだけど、これ食べたら違うよね。全然噛んでるって感じのお肉の歯ごたえっていうか弾力が、牛のミンチを買って作るのと、また塊を買ってミンチにして作るのとでもまた全然違うと思う。贅沢ですね。あの塊が6000円ぐらいだったのね。6000円ぐらいのやつを全部使ったわけじゃなくて、今回3分の2ぐらいかな、3分の2も使ってないかなぐらいで食べられたから、一人当たりで計算するとすごい安い。外食するよりも安いし、そう思ったら安いのかも。これはちょっと私毎回コストコ行ったらやっちゃうかもしれない。手を込んでちゃんとミンチにして作った甲斐があるぐらい美味しいです。だからちょっとめんどくさいけどミンチにするのがぜひやってみてください。めちゃめちゃ美味しい。疲れたね。今日も疲れたけどまだお風呂に入ってない。お風呂にコアを入れて、そっちゃんも入ってないんじゃない。そっちゃんお風呂入った？やばいじゃん。子供らをお風呂に入れて寝かせるということがまだ残っております。おばさんいませんので。もちろんお茶がいいんだと思うんだけど、ジンジャーエール飲みたい。これにジンジャーエール。なんか自分で作るご飯って味わかってるよって思うから、めっちゃ美味しいって食べないんだけど、これは美味しい。お店の味だもん。ちゃんと大満足です。これはマジで。うん、美味しい。
しい。これ今日タッグいないんだけど、タッグにも食べさせてあげたかった。ちょっとこれぐらいブロック残ってるんで、タッグ帰ってくるのが3日後、1日帰ってきてまたいないんですけど、3日後売れるかな、食べさせてあげたい。これは本当に大成功です。しっかり食べて、この後も今日のラストスパート、もう言えてない、今日のラストスパート頑張りたいと思います。ごちそうさままで取った方がいいかな。コストコの人参甘い、コストコ尽くしだね今日は。うん、めっちゃ甘い。ここはねコストコのお寿司だし、コストコ行った日は全部コストコで。めっちゃ美味しかった。数時間前にさ、コストコのホットドッグ食べてお腹いっぱいだったんですけど、完食です。ごちそうさまでした。美味しかった、本当に美味しかった。ごちそうさまでした。はい、そして皆さん、3月からなんとロフトさんでですね、こちらのイリュンのパックが店頭で発売されました。ありがとうございます。もう夢見ていたロフトさんでの店舗発売なんですけど、こちらはですね、ロフトさんでは箱売りだけではなくって、ネットにはない1枚売りっていうのも販売されております。なのでぜひちょっと気になるなって方はロフトさんに足を運んでいただいて、イルのパックを使っていただけたら嬉しいなと思います。締めは。はい、ということで本当に本当に次の動画でお会いしましょう。バイバイ。